おいす、こんにちは、メリです。今回は、ついに、ネフェルピトを使っていきましょう。これはね、3体揃える価値があるね。うん。本当に、めちゃんこ強いっす。めちゃめちゃ強いっすよ、こいつ。いや、まあ、ネテロの方がそりゃ上なのかもしんないけど、そんじょそこらのリーダーよりは、全然強いって感じ。多分、今回のね、編成見てたら多分開いた口が塞がらずに気づいたらボス倒してるみたいなそんな感じです。で、今回山順さんの編成をまたお借りします。いや、いつもありがとうございます。もう裏千住はもうとりあえず山順さんに任せとけばなんとかなると、彼が崩壊させてくれるんで、ね、だいたいコラボの1キャラぐらい崩壊させるやついるよねって感じで、ネフェルピトーの性能ですが、バインドスキル3つ封印ボイスありますよ。はい、ということで、変身は28ターンで、特にヘイストとかはないです。敵の防御をね、10ターンゼロにするっていう、どこで輝くんだろうか。なんか輝く場面がもしかしたらあるのかもしれない。で、変身すると、バインド封印、回復ドロキをね、2個プラス。これでかいね。うん、これね、裏奥町とか行くんだったらめっちゃ強いと思います。で、冬を持ってて10強3つで、限界を超えて前で、3ターンスキルで上限50億解放。回復力、自強化と悪魔タイプ2倍なんで、自強化4倍って言ったらね。すごいね。攻撃デバフも取り返しながら、自分の個別デバフも取り返して上限解放する。これね、こういうスキル持ってるやつめっちゃいい。まあ、ルフィも確かそうだったかな。自強化しながら上限を解放するキャラね、めっちゃ俺好きです。で、あと6解除からの闇回復毒9個生成ですね。まあ、無一郎くんみたいな感じですよね。3色9個生成ですよ。花火だろうが上書きします。はい。しかも毒、消しますけど毒効かないっすからあの消すけど効かない、あのどっかのメルエム、どっかの王とは違うどっかの王とは違うんすよ。回復力めちゃんこ高いから、あのダメージ HP 減りますはない、毒消したからといって。操作時間12秒固定です。しかもやばいね、ここがすごいなって俺思うんですけど、操作時間が効かないんですよ。だから短縮が、で回復力は自分のスキルで効かないんですよ。で盤面変化はこれ陣だから効かないんです、実質陣だから。で、もう暗闇耐性とか操作を補えればいいかなぐらいですよね。はい。で、毒が猛毒を消すとダメージを半減しますよ。攻撃は16倍、誤加算しますよ。闇属性全般で 2.5 倍ですね。いや、もう文句ないでしょ。2.5 倍半減。ヘジス HP5 倍。誤加算、まあ、追撃ないねぐらい。はい。まあ、裏千住に追撃は不要なんですけど。はい。ということで、今回の編成はこんな感じでいきます。まず、デフェルピト、リダチェン耐性ドラゴンキラー、上は和田山積み武器ですね。はい。交換可能な感じです。で、バルディターン。スキルプラス、HP プラが2個潜在ついて、マジでね、HP は本当に、あの、玉ヒュン、玉ヒュンあの、ボスの発狂攻撃半分以上。もう HP ないんじゃないかみたいな削られ方するんで、もう全然減っちゃダメ。で、神キラー2個で、上マグニートで、まあ、ウルバリンマグニートの武器ですね。で、続いて、距離。スキルプラスの水ダメージ軽減プラス3つ、遅延2個で、上はメニット、3600円武器ですね。で、続いて、ピトーですね。続いてユピーですね。ユピーも、まあ、ガチャから今回引き継い出してねって感じですけど、水ダメージ軽減プラス4つ。で、上は徳川家康の武器ですね。副属性闇に1つの無効貫通武器となっております。で、続いて、サブのピトーですね。ドラゴンキラー3つ遅延2個で、さらにユピーの武器がついております。これで火力ゴリゴリですね。で、さらに、フレンドワークは、神キラー1個、ドラゴンキラー3つですね。上は、伝授君の武器ですね。これでスキブ、キラー持ってて、なおかつ、ドロキョウと無効貫通ですね。火闇ドロキョウ、ガンモリって感じ。はい、まあそんな感じです。ということでね、バッチは今回、落ち込んなしバッチでやっていきましょう。めちゃくちゃ余談なんだけど、このツイートね、俺めっちゃ好きだなって思って。優先席を譲らせる競争。俺はおじいちゃんだぞって。じゃあ実際にやっていきましょう。最初がコンボ現象とかがあるから、ちょっとね、コンボしなきゃいけないんですけど、まあ、その10コンボちょうどに抑える感覚が大事ね。まあ、11最初は必要ですけど。はい。なので、まずピトーサブ、変身。で、フェルル武器撃ちます。あ、フェルルじゃない、ごめん、メニット武器撃ちます。なんでもない。メニット武器撃って、で、サブのピトー撃って、リダフレ変身します。で、まあ、気持ちコンボ多め、最初は。で、闇の全体をつけながら突破していきます。11コンボあれば OK です。はい。で、続いて2階層ですね。2階層に関しましては、まず盤面が縮みますよと。で、これがね、
あ、でもまあ操作時間関係ないか。今回マグニートでやってますけど、操作時間固定だから意味ないですね。綺麗に刺さるけど。でフレンドのピトーを打って、まずは半分まで削っていきます。コンボ現象まだ効き続きあるので、ちょっとコンボは多めに、で半分までいきますよと。で強制ヘイストきます。フレンドのピトをまず打つ、で距離も打って、で和田山積み武器打って、で削っていきます。もうほんとこんなぐらい、最低限コンボが組めたら早い。ちなみに回復にお付けしはなくても復帰できますので気にせず。で3階層です。3階層はピト打ってただ殴るだけ。もうほぼずらしでいきますよ、あのコンボ現象治ったらね。コンボ現象がある間はちょっとコンボ組まなきゃいけないですけど、あの向こう張ってこない道中の敵、コンボ現象なかったらマジずらすだけでワンチャン組めてるみたいな。闇、毒、回復の3セット、3セットっつか、何、全部で3セット、1セットずつが組めてれば、もう大体の敵沈みます。ダメージ向こう張ってる敵だけ正方形組めば終わり。で、濃姫は2パンします。はい。とりあえず、ここまでね、コンボ現象ありますんでね、ちょっと10コンボ意識しながら組んでいきます。はい、これでまずは半分と。でこのあとコンボ吸収来るので、またねコンボ現象来てるのと同じぐらい組めばいいかなみたいな感じですね。最低限毒、闇、回復を組めば13コンボになるんかな。もう3コンボだから余分に組む必要があるかな。あんまり考えすぎてもね遅くなっちゃうんでね、まあこんなもんかなぐらいでやってますけど、これぐらい組めたけ16いってるやろみたいな。はい、これ突破ですね。で次は緑が出たらハズレです。でハズレです。あのただまあスキル打つのが1枚増えるだけなんですけどね。ちょっとタイム意識しててあんまり敵がうざいや引きたくないなみたいな。ラリターン打ってピト打ってダメージ向こう張ってるので正方形いるんですよ。だからこいつハズレなんですよ。青が一番当たりだと思います。ずらすだけで突破できると。はい、ここ正方形組んで毒と回復組めてれば OK。もうそれだけ確認したら指離せば OK よ。盤面3コンボでいいんだから。はい、続いて6階層です。前田刑事ですね。どっちが出ても正直そこまで時間変わんないかなって思います。まあ一応前田の方が早い。ピトじゃない、ユピー打って1コンボ、これ3回やります。まあこれはね両方共通です。前ね、明智光秀はこの後に0コンボを1回だけ挟む、そんだけですね。はい、でこれもね、これこの動きよ、道中この動き、毒回復闇っぽいみたいな。もうこれでいいの、火力めちゃんこ高いからもうこれで抜けます。でゼログですね。ゼログは雲が当たりかな、この赤いゼログが当たりかな。操作感のゼログはちょっと耐久の耐久使い、一旦余分にかけるとこが次で発生したりするんで。はい、ピットを打って盤面が、あい、繋がってるの見えたみたいな話します。これでいいんだから、ちょっと動かして、あ、全部繋がってる、よしみたいな。で8階層ですね。でここで操作不可だった場合は余分に 1C しますよぐらいなもんですね。あ、 0C か、 1C じゃないか、 0C。雲来たゼローグで赤か青を引くのが当たりかな。はい、もうこんなんで倒せますから。で9階層です。和田積みドラゴン、正月のやつですね。はい、でここもユピ言って、これちょっと暗闇はね引いちゃうんですけど、まあ言っても盤面形で見えるんで、丸か三角は毒なんで。いや、ユピーとピトーがね頭の中でたまにごちゃごちゃするんですよね。同じような感じだから。
ピトピトが今使ってる。ユピーはなんか化け物ね。でここはね、木がね出るとねめんどくせえ。コンボをいっぱい要求されるんですよ。木以外だったらまあ A かなぐらいの感じかな。はい、とりあえずもうこれで、うん、ここもねちゃんと組めてれば OK。 もうずらすだけで、ほぼずらしだけでいける。で11階層、ここからねちょっと正方形がチラチラ必要ですね。まず稲姫は向こうを張ってきます。で暗闇ちょっとあるのうざいんですよね。でもう適当に始めてますけど、多分この丸が闇だろうなの勘でやってます。これもう見る時間がもったいないんで、多分これ無効化つなってるやろみたいなはい、奇跡的に闇でした。他の2つ木だったんですよ。危ない危ない。で12階層です。ここも正方形ですね。まあ豊臣出たら出たらルレがうざいしな、こっちの方がいいんかな。はい、正方形組めば OK ですね。はい、これで OK。 もう正方形と毒と回復で OK。 はい、ワンパンですね。で続いて13階層です。13階層もダメージ無効で、これは明らかに陽気比の方が楽。信長はまあ正方形組むのめんどくさいっていう。2ターン上限解放が継続するのもすごくいい点だなって思うんですよね。ワンチャンね盤面だけでこうピトを打たずに抜けそうっすけどね、敵によっては。はい、 OK。 で14階層、水のアテナが出たらちょっとめんどい。うん、正方形組んで全力ですね。唯一水のアテナだけはちゃんと火力のことを意識した方がいい。他はまあどうでもみたいな。でもこのアテナはもうどうでもいいっす。はい、もうこうこう、あ、いや組めてる組めてる OK みたいな、組めてるよしって感じで話します。でボスですね。なんかあっという間にボス回想ボスに来た時点でだって10分経ってないもんね。でここはバルタン打ってサブエンハかけてピト打って、まあ、パズル全力。コンボ現象とかあるんでね、盤面最大組むぐらいの勢いでいいかなと思います。一応盤面最大、まあ1コンボつながってますけど、はい、まあ10いってれば抜けるかなと。はい、で最終形態ですね。まあ通パンするだけですね。初手恐竜打ちのユピー持ってピトを持ちます。恐竜力のユピー打って、でピトも打って、まあ平積みしていきますよって感じ。まあトゲとかは全然気にしなくて OK。で10コンボ超えてれば大丈夫ですね。はい、これで半分と。でここねめっちゃギリ HP、 あもうないもん HP 最初はやった時ビビったねこれ、えもう死んだわって思うもん一瞬死ぬもん。はい、ここもちゃんと10コンボ超えてれば大丈夫。2回目はちょっと余裕あるね、パズルのコンボがね。はい、OK ですね。こんな感じで、サクッと、もう周回できます。うん。攻略じゃなくて周回です。はい。ということで、これでタイムの方が、10分15秒。早すぎ。もう9分いけます、この編成多分。敵の引き次第と、組、パズルの時間で。ということで、ぜひね、ネフルピト3枚引けたよって方は参考にしていただければなと。参考になったら高評価、チャンネル登録と、あと山淳さんのツイッター概要欄からフォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。